なんですかね、ライバル、うん、ライバルじゃなかったかもしれない、僕らの負けてたんでね、荒いゲームやなっていう感じなんですね、うん、でもそれが大雑把なアメリカ人に合ってるというか、西洋人の大雑把さに合ってたんですね、うん、残虐表現がものすごくひどいって言っていいんですかね、うん、当時僕らも衝撃受けたんですけど、はい、波動拳。皆さんこんにちは、日本を元気にする YouTuber 岡本よしきです。今日もよろしくお願いします。おっす、よろしくお願いします。そうなんですね、今日はちょっと掛け合いでやってみましょうっていうちょっとお試し企画なんですけど、はい、今日のお題はモータルコンバットを、はい、2人で語ってみようやないかという、はい、そういうお題ですね。はい、うん、まあ、今回ちょっとタイトルがありまして読ませていただきます、うん、はい、ゲームも映画もスト2超え大ヒット、海外で大旋風を巻き起こしたモータルコンバットとは、ディアまああんまり知らない人が多いんじゃないかと思ってるけど、はいはい、私もちょっと世代じゃないというか、87年生まれなので、うん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 、まあ今で言う40代前後の方々がメインに、ね、ねうん、知ってるんじゃないかなと思ってて、知ってるんじゃないかという、まあ、ちなみに日本ではあんまり売れてないというか、僕の中では全然売れてないんですね、はい、なので、まあ、日本に住んでる人はモータルコンバットって言われたら、ああ、サイですかぐらいの感じだと思うんですよ、うんうん、でも今タイトルにあったようにストリートファイター2超えっていうのが、はい、まあ、これあの現実でしてですね、うん、僕的には、かなりこうライバル、うん、ライバルじゃなかったかもしれない、僕らの負けてたんでね、うん、ライバルじゃなかったかもしれないですけど、僕の中ではライバル的なポジションのタイトルだったっていうので、ちょっと懐かしいタイトルなんですよね、うん、なんかあれでしょ、イメージでスト2に迫ってたライバルの、2D 対戦格闘なんて言われたら SNK でしょみたいな感じじゃないですか、皆さんも、はいはいはい、そうですね、全然違うんですよ、海外行くとスト2よりも上はモータルコンバットなんですよ。その辺の意外なところっていうののお話が今日できたらなと僕は今思ってます。はい、はいはい、一応そのモータルコンバットというものがいつ、はいはい、発売されたのかというと92年でしょ。はい、92年ですね、うんうん、スト2が91年に前年ですよね、ことは、はい、あの1年後に発売された、はい、ゲームになっております。スト2のヒットを見てから作ったと思うんですよ。はいはいはい、うん、まあ、私もちょっとニュース等で事前に調べたんですけども、うん、はい、一応その最初の開発段階では、うん、まあ、スト2に多く影響されて最初は忍者コンセプトでやってみようっていうことで開発が始められたというふうには、スト2の影響を受けて忍者っぽい対戦格闘を作ってみようやって話なんですね、うんうん、でも忍者っぽいですよ、なんか忍びっぽい、ね、西洋人の思う忍者とはみたいな感じの、うん、なんすかね、ええ意味でよう勘違いした、うん、まあ、スト2ももともとちょっと勘違いしてるじゃないですか、うん、お風呂場で力士が戦ってみたりみたいな、うん、あのええ意味で海外受けを狙ってるんで、そういうなんかちょっとこういちびった大阪弁かこれ、うん、ちょっとこうなめたような感じの本当の日本とは違うんやけど、まあ、まあ海外じゃこんな感じじゃないみたいなのでやってますけど、これね、アメリカ人が作るとガチでこんな感じじゃねと思うとこれぐらい滑るっていう、だからアジア人が多いですよね、モータルコンバットの登場キャラは、うん、まあでも忍者っていうジャンルが今でもやっぱ海外では人気ですもんね、まあ、そうですね、昔からですね、昔から忍者、うん、忍者とか侍とか将軍とか切腹とかっていうのは、うん、まあ、彼らも大好きですよね、うん、切腹というのは腹切りっていうか、うんうん、まあ、一応アメリカではゲーム市場の人気を二分をしていたと、うん、そうなんですよ。じゃあ相手は何だっていうとね、スト2な気がするじゃないですか、はい、NBA ジャムだと思うんですよね。はあはあ、それはバスケットのゲームなんですよ、はい、まあ、アメリカほらプロバスケットボールチームがあって、まあ、日本もあるんだけど、それがめちゃくちゃ人気なんですよね。ジョーダンなんかにこう代表されてるように当時、うん、で、その NBA ジャムっていうゲームがめちゃくちゃ売れてて、うん、これがそのゲームセンターでは2トップだったんですよね、はい、つまりスト2の名前が出てこないんですよ、うん、あの当時日本だったらスト2って言ってもらえるんですけど、その辺を、まあ、みんなにちょっと知っていただきたいなっていうのが、うん、今日のテーマとしては嬉しいですかね。はい、うん、じゃあもう私はちょっと存じ上げないので、うんうんうん、詳しく聞きたいんですけども、うんうん、モータルコンバット
どんな特徴だったかっていうのを教えていただきたくて、まず分かるもので、まあ、皆さんに分かりやすく言うとですね、立って遊ぶ筐体で、で、まあ、一番最初に気がつくのはですね、実写取り込みっていう、あの、なんですかね、写真でこうキャラクターがこう立ってでこうやって動いているのを実写で一コマずつこう持って、でそれをこう切り抜くんですね、切り抜いた形でそのペラペラのやつをこう動かすっていう、写真が動くっていうので、まあフル CG で作ってる今のみたいに綺麗じゃなくって、もうむちゃくちゃ雑いんです、当時。でその実写取り込みっていうのが、まあ、当時はまだ技術的に新しくてそれを使ってますっていうのと、5個ボタン、8横レバー5個ボタンで、まあ、ストリートファイター2だったら6個ボタンじゃないですか、で、5個でこうサイコロの目みたいに5個並んでるんですよ、で真ん中がガードボタンなんですよ。これが僕的にはかなりプレイできなくて、敵の攻撃が来るとレバー後ろ入れちゃうんですね僕、このスト2の、あの条件反射で、でもこの真ん中のボタンを押さないとガードできないっていうところがあって、これでまあ僕は相当、苦戦したなというイメージと、あとは残虐表現がものすごくひどいって言っていいんですかね、当時僕らも衝撃受けたんですけど、あの心臓を突き刺して引き抜くとか、首を持って上にボーンと抜くと背骨ごと抜けるんですよ、っていう殺し方をするっていう、その一つはこう倒れた相手が顔をボコボコに腫らして、あの負けましたっていうんですけど、命取られるんですよね、それも、相手が最後にこうグロッキーになった状態でその技を意図的に出すっていう、で、まあ、ゲームの途中でそうなるとなんか嫌だからっていう理由らしいんやけど、最後の最後に相手をすっぱり殺しちゃうんですよね。その残虐な技がかなり注目されてましたっていうのが特徴ですかね、まあ、日本にはないというか、まあ、海外受けがすごい非常にあるそうです、ね、ような仕様で出されていると、そうです、ね、はっきり言いますよ、僕らが当時のカプコンがそれをやったら多分発売禁止されてた、アメリカ全土で、でアメリカの会社が作ったもんだからギリギリ売れてるっていうのがあると思います、でレーティングって言い方するんですけど、何歳以上しかやったらあかんぞっていうルールがあって、このゲームが出たから多分レーティングができたんだと思います、はい、ゲームバランスはどんな感じですか、ね、ゲームバランスはねめちゃくちゃ雑いんですよ、めちゃくちゃ雑くて、キャラ送りとかもめっちゃ雑くて、で、まあ、僕の中では荒いゲームやなっていう感じなんですね、でもそれが大雑把なアメリカ人に合ってるというか、西洋人の大雑把さに合ってたんですね、それもあって良かったんじゃないかなと思います、というかね、あのいろんなのが受けてるんですけど、実写取り込みっていうのが今見たら恥ずかしいんですけど、当時最新の技術なんですね、写真が動くぜみたいな。これ開発とかはやりやすかったんですかね、逆に。これは簡単だと思います、あのドットで描くよりドットで描くより簡単やからこっち選んでると思うんですね、カメラを構えてその目の前で技を出してもらったのを写真に収めて、それを周りを切り抜いてペチャッと貼るだけなので、かなり楽だったと思います。ただちゃんと動いて見えないんですよね、最初期のやつは、そういう意味では、プランナーたちは苦労したかもしれませんけど、パターン画を描かなきゃいけない人たちから思うと圧倒的に楽だったんじゃないかなと僕は思います、なんか刀身とかは普通になっちゃうから、なんかキックとかなんか届かない、なんかアニメだと刀身が足が長いから、いやなんかそれダルシムな、なんかそういうの表現とかって大丈夫だったのかな、その辺のあたりも相当雑いです、相当雑いんで、なんか雰囲気あたりみたいなのが取られてあって、別にこれは僕の中ですよ、僕の中で全然面白くないと思ってるんですよ、でもその真新しいものがいくつかあって、その新しい刺激に弱いアメリカ人にはめちゃくちゃ受けてましたね、その実写取り込みだったり、その残虐な、表現だったり、あとレーティング、その年齢制限、遊べる年齢制限、ほらみんなあれじゃないですか、遊んだあかん言われたら遊びたいでしょ、
はい、その話なんですけども、うんうんうん、まあ、このゲームをきっかけに、うん、エンターテインメントソフトウェアレーティング委員会が設立されたのではないかという、やっぱそうですよね、はい、僕もそうじゃないかなと思ってるんです、はい、この前後してできた感じ、前はなかったかな、まあ、でも前後してできた感じでタイミングが合ってるんで、うん、それまでレーティングってことも僕まず知らなかったですからね、うん、なので、これでできたんだろうなと思ってて、このレーティングがされたことによってブームに火がつくんでしょ、芸人、うん、遊ぶなとかやるな言われた子供の時やりたいじゃないですか、うん、それがまさにこれだったんじゃないかなと思ってるんですよね。でそれによってやるなやるな言われるからやる、映画も見るな見るな言ったら見に行くみたいなところがあって、ヒットの要因の一つになってるんじゃないかろうかと僕は思ってます、はい、うん、まあ、あの先ほども話しあったキャラの残虐行為が物議を醸して、うん、まあ、レーティング委員会ができたんじゃないかという話であったんですが、うんうん、はい、ちょっと重複するかもしれませんが、はい、残虐技の紹介をここでいくつかしますか、はいはい、まあ、その一番有名なのは首掴んで引き抜くやつですね、ジュボジュボって、うん、背骨ごと引き抜く感じです、うんうんうん、脊髄じゃない背骨だと思う、それ背骨が抜けちゃうんですよ、首から下肉がなくなって背骨がこういって、でもう 頭と背骨がぶら下がるっていう状態とか、相手の胸の上のところをこう手で抜き手で抜いて心臓をつまみ出すとか、相手を燃やしてドクロにしてしまう、ドクロっていうで骸骨にしてしまうとか、そういうなんか今までのっていうか、まあスト2では怪我をさせるとか、もう戦闘不能になるみたいな、一時的な、怪我をしましたみたいなので勝敗がついてたんですけど、命取りませんみたいな、まあ、ゲームの中での表現ですけどになったので、まあ、衝撃は受けましたね。このゲームが出たことによって、うん、まあ、勤められてたカプコンではどんなことがあったんですかね、うん、これは、いくつかありました、いくつかあったんですけど、一つ目は、インカムが負けてるって言って、海外で向けてるんですけど、まあ、悪く言われる、開発チームとしては自信持って作ってるし、こっちの方がちゃんとしたゲームですって言ってるんだけど、それでもインカム負けてるっていうのを言われて、結果ですよ、皆さんがあんまり知らないと思うんですけど、実写版のストリートファイターを作ることになるっていう、はい、実写版の方がウケるんじゃないのお前たちみたいなことを言われて作らされてます。これはちょっとやっぱタイトルにもある、まあ、映画などのメディアミックスにつながっていくと思うんですけども、うんうん、まあ、実写版ということで、はい、ハリウッド映画はどうだったのかっていうのを、ハリウッド映画は実はどっちが先だか覚えてないんですけど、多分ストリートファイターが後だと思うんですよね、はい、映画になったのが、はい、でモータルコンバットが先に映画化されたような気がしてるんですけど、はい、制作費が少なくて売り上げはモータルコンバットの方が圧倒的に高かったです、はい、つまり映画として大成功を収めるんですね、はい、でストリートファイターはまた今度ゆっくりお話ししますが、交渉いくらって売り上げになってるか知りませんけど、取り返すのに結構長い年数かかってですね、うん、実際は45億円ぐらいお金突っ込んでると思うんですよ。僕の記憶が正しければ当初の予定35億円だったのがある理由により45億円になったと、ある理由についてはまた今度ゆっくりお話します、うん、ですけど、まあ、そんなこともあってペイさせるのに相当苦労したイメージが残ってます。で、片や小予算でもうちょっとうちよりも安かった、うちってカプコンのことですよ、うん、カプコンよりも安い予算で作ったにもかかわらずずっとたくさん売り上げて、まあ、評判良かった、うん、で、これ面白かったのは映画はレーティングないんですよ、引っかかってないんですよ、うんうん、映画はね結構失礼な言い方だけど真面目な映画でなかなかに良かったなと思ってます、うん、モータルコンバットは今でも実写版が続いている、コンシューマは続いてます、はい、コンシューマは11ぐらいまで出てるんじゃないかな、はい、実写映画もまだ、新しいの去年、あ、そうですね、映画はまだ作られてます、はい、はいはいはい、でゲームの方は多分3ぐらいまでが実写版で4ぐらいからは CG やったんちゃうかな、うん、やっぱり海外と日本では両立してヒットさせるっていうのはなかなか難しいですよね。両方、はい、そうですね、そうですね、はい、まあ、このタイトルに限らずやっぱ岡本さんが
ちょっと携わっていたモンストだったりとか、いろんなタイトルでやっぱり日本、ね、海外、日本のゲームが海外でどちらも成功するっていうのはなかなか難しいと思うんですけども、どう見ていらっしゃいますか？日本人が作るときにやっぱり日本マーケットの方が見やすい、日本人の感性っていうのを持ってるから自分たちが、頭で考えるじゃないですよ、体で反応するのはこっちの方がおもろいっていう反応の仕方をします。その時に体がやったらあかんっていうふうに反応するもんがあるんですね。でそれ作っていくとどん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 日本のマーケットに向いてくるんですよ、で日本のマーケットと海外のマーケットっていうののこの最大公約数的にはこう重なってるところにゲームが全部収まれば海外でも受ける、日本でも受けるなんですね。でストリートファイター2の話だけさせてもらうとちょっと海外向けにしてるんですよ、日本でも受けるように作ってるけど海外向けのちょっと体重かけてるんですね。でなかなかカプコンでそれまであんまりやったことなくって割と日本マーケット向けに作ってた会社が徐々にこう海外に向けていくんですね。ファイナルファイトぐらいから海外の方の売り上げを多くしようと、マーケットが大きいから向こうの方がトータルで言うとでしていってたんで、スト2は、体重のかけ方海外向けなんですよ。にもかかわらず海外向けっていうのと海外のみを狙ってるの違う、これ逆に言うと日本のみを狙ってるタイトルって海外から来た世界で売ろうと思ってるタイトルよりも上行きますよねっていう、例えばですよ、クラッシュオブクランってすごいいいゲームが携帯アプリあったんですけど、モンストは勝てないですよね、日本だけでは。だから全世界で言ったらどっちが上なのみたいな話は別にしてっていうのの真逆、アメリカヨーロッパでのみ受けるのの作ってるやつと全世界で受けようと思って作ってるものではやっぱりその濃さが違うというか、そのマーケットのみを狙ってるっていうのでは差があって、やっぱりそのそこのマーケットだけに特化して作ってる、他のマーケットは別にいらんねんぐらいの態度で作ってる方がすっきりしててそのマーケットで受け入れられやすいんですよね。今日はありがとうございました。なんかいろいろモータルコンバットについて初めて聞きました。こんなタイトルあるんだと思って。そうですね。モータルコンバットって本当に日本ではそんな売れてない、台数出てないから、どこそこ売ってましたよとか、僕昔遊んだことありますよぐらいの印象しかないだろうし、これが1だったのか2だったのか3だったのかよくわからないと思うんですよ、でもストリートファイターだったらこれが1、これが2、これが3、これが4って覚えてるしパッとわかるじゃないですか、でもそのくらいよくわからないぐらいのヒットなんですよ、でこれが海外に持っていくとストーツは知ってる知ってるって言うけど、モータルコンバットもちろんっていう、こう温度差、日本との温度差がこう逆転するっていうね、そこが面白くて、そういうのをそのマーケットの違いっていうのを皆さんにもご理解いただけたらなと思ってますっていうのと、その当時の僕は日本のメーカーで勤めてたので日本のマーケット狙いっていうのはちゃんとやらなあかんかった中で、自国、つまりアメリカですね、自国のマーケットのみを狙ってるところはやっぱ強いっすね、強かったです。でそういう意味ではいろんなタイトルが世の中にはあって、世界的に大ヒットしてるとかアメリカでこんなに売り上げがあるみたいなタイトルいっぱいあるんですけど、日本ではそういうのはほとんど売れないんですよ、その当時も全然売れてなかったんです、そういうマーケットの違いみたいなところを、実感できるその、結果がちゃんと出てますっていう、で先日対談した元コナミの井上さんがそのマーケットでどうやって当てるのかみたいな秘密をちょっと語ってたりするんで、この動画より先にそれが対談動画出るのかこの後に出るのか分かりませんが、井上さんとの対談動画もぜひ参考にしていただけたらなと思ってます。はい、ありがとうございました。はい、今日は以上になります。わかりました。モータルコンバット、僕にとってはですね、とっても衝撃的で、自信があったストリートファイター2がアメリカでコテンパンに負けてたっていう、自分だって負けてる気持ちはなかったんやけど、営業サイドからすると、明らかに売り上げ負けてるんで、負けてるって言われて、ちょっと気分的にしょぼくれたりとか、海外アメリカのショーとかでは時々スト2が取る、時々モータルコンバット取るみたいなんで、こう最優秀のゲーム賞を取ったり取られなかったりみたいな関係だったので、自分としては思い出深い、いい意味でも悪い意味ですよ、思い出深いタイトルになりました。でそちらの方ですね、今日ちょっとタピさんとこう対談形式というか、ちょっと2人で会話する形でお話しさせていただきました、ということで今日はここまでになります。今日の動画が面白かったなと思っていただけたら
高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また、Twitter、Instagram、Facebook のもやっております。よかったらフォローしてください。今日はここまでです。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。バイバイ。